シャトーイコールゴンティエは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、マイエンヌ県の旧コミューン。オータンジュ地方のコミューンで、マイエンヌ川が流れる。マイエンヌ県南部のマイエンヌ・アンジュ湾地方に属する。ラバルの南約3 0トル、アンジュの北4 0トルにある。サンジャンバーティスト教会1789年時点での、アンジュの大管区のズアンジュ博古く三世は、 ベネディクト会派のアンジェの三等版修道院にバズージュの土地を与えた。彼らはサンジャンバティスト小修道院を創設した。ブルターニュ公国との国境を強化したイフルク三世は城を建てることにした。1007年、彼は家臣、ゴンティエに城を委託した。その後、シャトーイコールゴンティエはルノー家が世襲する男爵領となった。シャトーイコールゴンティエ男爵領は 歴史的に興味深い意味を持っていた。メーヌとアンジュの北の境界が確定していなかったからである。住民の権威とアンジュー博の報道は11世紀より前にルーマン領の右側から侵入され征服された。しかしすでに小教区が確定していた。1343年、フィリップ6世の命令によって、塩は遠税により国が独占していた。アンジュは 高い円税を取る州の一つで、シャトーイコール・ゴーンティエを含む16カ所のグルニアセルがあった。1368年、イングランド軍がシャトーイコール・ゴーンティエの城を部分的に解体した。1577年に、ベーディレクションが置かれ、1595年には、王家の大官が置かれた。町は、カトリック同盟の安住における中心となり、 プロテスタント教会を設置する権利を得た。町にはいくつかのキリスト教組織があった。1628年、ラロシェルからパリに戻る途中のリシュリュー数教がシャトーイコールゴンティエを通過した。彼は城の遺構の破壊を命じた。1639年、シャトーイコールゴンティエの第二大管区は刑法を呼び民法の様々な司法裁判権を管轄するプレシュディアル または、宮廷が設置される場所となった。1692年、シャトーイコール・ゴンテへの役場が、直令交付の場所になった。憲兵、警察、フランス原水裁判所、検察官、裁判所初期、経理らが影響を受けた。1789年11月11日、憲法制定国民議会は、フランス九州選出大議員の相談に応じ、 324平方マイルの新たな県を創設することとなった。会議は、アンジェの大官の一人、ショアズールイコールプララン公爵邸で一度だけ開催された。トゥールのジェネラリテを構成する3県の代表のうち、およそ30人が、ポワトゥー領土を譲ること、トゥール、アンジェ、ルマンといった歴史ある町の周囲を4つの県に分割すること、 ラバルの町の周囲をメーヌとアンジュに復帰させることを計画した。1790年、シャトーイコールゴンティエを含むオータンジュ地方は、アンジュの他の部分から切り離され、メーヌの一部とともに、マイエンヌ県に編入された。オータンジュ地方の一部がマイエンヌアンジューバンと呼ばれるのはこのためである。2019年1月1日、周辺の2コミューンと合併し、コミューン・ヌーベルである。 シャトーイコールゴンティエシュルマイエンヌとなった。ソースイコールイヘスインセイシャトーイコールゴンティエは、以下の都市と姉妹都市関係を結んでいる。ありがとうございます。